質問コーナー。さつきそういうですか。夜の大人が。うちみたいに指ドリブやってみる。5年間絶縁したんですよ、それまで。えらいえらいしてくれない。みんな、みんな。親顔で喋りながら映ってる。映ってること気にしてください。アートロが好きだし、無理だし、みたいな。本当にシーンって言うの。めっちゃシンプルで面白いんだよ、面白い。好き。皆さんこんばんは。最近便秘気味、元男の子のアフカノンと、お腹ペコペコのワタルです。今年最後の動画は、ぶっ込みますよ。そのぶっ込む度合いがね、はい、すごくちょっと怖いな。2019年の集大成を飾る2人の質問コーナー、イエーイ。質問箱っていうツイッターに設置している、そこにですね、視聴者さんからたくさん質問いただいたんで、うん、ちょっと特にヤバそうな内容の10個、とりあえずヤバいのを選んできました。ところどころなんか可愛いなお前らみたいな感じのジャブ系な質問もあるんで、うん、答えていきつつ、今回はこのお鍋セット、キムチ鍋ですよ。最高です、はい、これを止めていきながら、はい、答えていきましょう。行きましょう。なのでかなりダラダラですけども、ダラダラいいじゃん、ゆったりで年末年の瀬、はい、お疲れ様って感じで、はい、じゃあ作りながらまず一つ目の質問答えていきましょう。一つ目の質問、今年達成できたことは、はい、作んないと作んないと。プライベートでも仕事でも何でもいいんだよね。うん、あれだ、今年、うん、僕趣味で走ってるんですよ、ジムとかで、うん、でハーフマラソン完走しました。すごっ。それは前から実はやりたくて、もともと運動が好きやから。あ、好きやんな。そう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 、全然興味ないし。はい、はい、私が達成したことは、一人で海外に行くってこと。今年夏からこの秋にかけて毎月韓国に行ってたんですけども、日本にとどまらず、ワールドワイド的なね、来年はまた台湾とかさ、ヨーロッパとかさ、アメリカとかいろんなとこに動画撮りに行きたい。次の質問。でもやばいよ、だってもうこれ一回作ろ。一回さ、渡るさ、あれさ、うちみたいに指ドリルやってみる。指ドリルっていうのなんか見たことあるけど、動画で、うん、指ドリル、指の先の動きは知らないんだよ。こうですよ。はい。あ、何これ、声も出すの。そうYouTuber の会社だったらそんぐらいできなきゃダメですよ。はい、どうぞ。はい、こうこうです。江頭さんみたいにやるんですよ。やってみ。あ、全然ダメ、失格です。ご飯が進むその美味しいキムチ3パック、うん、ご飯ないけど。あ、いいっすよ、それは、はい、で、このエリンギ、エリンギ、エリンギ、エノキ、エノキだ、エノキと、もやしです。あ、もやしです、発音がおかしい。だいぶお手軽な感じで食べれる、うん、青木かのん特製キムチ鍋なんですよ。料理がね、超うまいからね。よくやられてるそうなんですよ。はい、やっと。でもこれだけはね、やってるの。キムチ鍋だけプロ、キムチ鍋とチャーハンだけプロ。じゃあちょっとキムチを開けてもらえますか。開けろください。何それ、命令系のような、命令系じゃないような感じ。分かったか。うん、パクッと開けろください。開け上がれください。そのまま入れろください。入れ上がれ、このおたんこなすください。はい、わかりました。おたんこなす入れます。あ、でも跳ねるからね。跳ねさせたらもう次会う時法廷になりますよ。うわー、すごい、見て、見える見える、いいですね。じゃあ、走って。そう、渡るくん引っ越しね、そんなに経ってないから、食器とか全然ないんですよ。こういう系全部入れちゃう。うん、全部全部。すごいね、これ。なんか闇鍋みたいだね。闇鍋っていうな、美味しいんですから。下越えてもね。そりゃもう見分けるのも簡単ですよ、高級寿司とか。いいじゃんいいじゃん、これめっちゃ美味しそうじゃん。普通に全然美味しそうじゃん。いいでしょ、だってこれほら、おいいね。さっき言ったじゃん、その、うん、白菜とか、いろいろ具とか大丈夫みたいな、ニラとか、いや、このキムチの具だけでいいんですよって。あ、ありがとう。次の質問は、さつきそういつですか。つきそう。なんで笑うんだよ、おかしいだろ。横でこう見つめ合って、はい、めちゃくちゃ恥ずかしい。見ないでしょ。初キス、はい、初キスはですね、付き合って3日後ですかね。本当？
本当、本当です。付き合ってる以下後で。さすがに初キスした日とかなんかそんなの覚えてない。忘れんな。おかしいだろ。違うって。え、忘れちゃったって言ってみ。キスした日、忘れちゃって。はい、これです。ああ、でもやっぱ綺麗だね。三つ目は、今年一番ブチ切れたこと。台風19号です。なんでそれ自然じゃん、自然のことに切れたの、うん、えのきえって思われちゃうの。えのき僕が住んでるそのマンションの1階が完全浸水したんですよ。しましたね。濁流だからめちゃくちゃ臭いの、うん、エレベーター使えなくて階段降りるし、うん、1階のね人が困ってて大変だよね。あれはめちゃくちゃ困ってて、うん、で水をねこうかき出ししてた。急遽長靴借りてかき出し一瞬手伝った。えらくない？したら最後にありがとうございましたっつって、うん、ペヤング焼きそばの台もらえた。え？ペヤング焼きそばの台超嬉しくてその後すぐ食ったよね。じゃあ怒ってたのはもう帳消しになった台風に対して幸せを超感した。なるほどね。青木はですね、うちさん、あんまり怒ったことないしっていうか、怒んないじゃん、そこまで。温厚だから、ね。温厚なんですよ、私。なんですけども、撮影中に、私、カメラスマホで使ってるから、電話かかってくると止まっちゃうんですよ。お前、最初から着ないものにしとけよっていうことなんですけども、それはちょっと置いといて、貧乏から、結構今、聞き取れちゃってる。貧乏から、聞き取れる。投資信託のね、あー勧誘ね、勧誘がね、うん、ずっと来んの、うん、でもしつこいよね。で私が撮影する時間に5日間かな、うん、ほぼ連続で来て撮影が中断させられるんだ。2回目で分けた時にちゃんと出て、あそういうのは興味ないんですよって、うん、担当者に伝えてきますねみたいな感じで、もう来ないと思うんでご安心くださいみたいな人に来てってかと思って着拒したよ。するね。視点銀行の視点めっちゃ聞こえるからやめて。怒ですよ、やめてください。次会う時は法廷になりますよ。目にゴミ入った。でもね、一人でとどめてるから偉いと思うんですよ。なので偉いしてください。はい、お願いします。あ、違う、誰が怒り方。やめろ、黙っとけ。そろそろね、お肉入れながら。これさ、割り箸は別に早く肉は肉でまた分けるか。こういう肉触ったら普通にあれだから病気になっちゃう。これはちゃんと豚肉で。わかりました、わかりました、はい、もうお肉が食べたくてたまりません。じゃあ適当に、はい、はい。じゃあ次の質問。ライブよく見る YouTuber は。あーいいねそれ。なんだろうな、最近だと整形アイドルとどろきちゃんさんとか。聞いたことあるね。うん、めっちゃ可愛いんだけど、うん、動画のその雰囲気がすごい好きなの。なんか波長的なものがすごい好きで、キットチャンネルさんと、あ、うん、ちょっと全く発声反対の方々、元女子の方々必ず見る。あとは TDS 株式会社の知ってる知ってる。ザ・ユーチューバー的な、なんか昔ながらのユーチューバーっぽいことずっとしてるんですよ。面白いんだよね。それでも今も愛されてる。そう、相当すごいことだよ今の YouTube って。なんか長尺、長い動画で、ダンテさんはなんか3、4分とか4、5分でサクッと見れる、本当に YouTuber みたいな感じの。炊飯器にお餅をなんとか入れてみた方とか。めっちゃシンプルで面白いんだよね。面白い、好き。いただきます。食リポ。味抜群だわ。めっちゃうまい。お肉お肉肉大丈夫。あ、じゃあ行ってみるよ。違うの冷ましてない。うまい。予算2000円でこんなに美味しい鍋が食べれるんですよ。美味しくない？美味しくない？うまい、うまい。いくらでもいける。めっちゃ美味しいっていう時にごめんなさいなんですけども、視聴者さんに退屈させちゃうよ、こんなうちらの食べてるだけの動画。確かに。早く答えて嫌がれください。おだんこナス。おだんこナス好きだ。うん。僕は好きなのは、うん、プロタンさん。普段はこうなんか食事動画とか、なんか日常はこうほんわかしてるんだけど、筋トレとか大会出てる時とかの追い込み具合の、うん、ギャップだよね。
すごいよね。だって皮がさ、なんか本当にさ、薄くなんかもう筋肉だけみたいな感じになってるじゃん。そうそうそう。だから YouTube の、 その検索履歴にプロタンって入ってる。青木かの美人とか入れてないの？あー、入れてない。うん、まあ、もやしいいね。え、実際どう？これあの動画だから美味しいとか、うん、そういうリアクションなしにして、あの実際どう？え、普通に毎日食える。あ、ほん、食える。いや、普通に本当に美味しい、マジで。普通に、あ、いや、美味しいです。超美味しい。めちゃくちゃ美味しいです。うん、じゃあ次の質問いきますよ。な、あ、すごい、もう座った。あ、喧嘩したことありますか？ありますね。あります。一回しかしたことないよね。何で怒ったんだっけ？なんだっけ？え？その一回を忘れる。あれだよ、撮影の時で、この前出した動画のドッキリさ、うちに仕掛けてくれたじゃん、うん、サプライズしてもらってすっごい嬉しくて舞い上がってるんだけども、やっぱりそこはね、視聴者さんありきだからさ、 YouTube って、うん、なのでカメラアングルめっちゃ私気にするんですよ。で、ちょいちょい渡るくんがその、私はこうやって向けてるのに画面から外れちゃう時があって、もうちょっと渡るこっちおいでよ、で映ってないんだよみたいな。まあでもね、まだ2ヶ月とか3ヶ月目で一緒に撮り出して、むしろだって渡るは好意で出てくれてるから、言えないなと思ったけど、こっちこっちだってこっちだってってちょいちょい言ってんのに、これでじゃん。そうですよ。で、来ないから撮影終わった後に、ケース本当ありがとう、でもあのアングルこれからね、外で一緒に撮影することも増えると思うし、デート動画とかカメラに映ってること気にしてください。プチ反省会しました。プチ反省会ですね。どっちかっていうと可愛いもんじゃない、それって。全然可愛いでしょ。青木かのルックス並みに可愛い。ん？え、え、えのき食べていい？そんだけいっぱいある。いっぱいある、いっぱいある。すごいでしょ。だから喧嘩っていうのはそんなにしないんですけども、まあプチ反省会みたいなのしたぐらい。だって言い方もだってあれじゃん。じゃあお肉ちょっと追加してもらえますか。私次の質問読みますんで、6個目の質問、はい、一緒に行きたいところ。